毎度です。新商品ね。ろっ血用、ももろっ血用、PCD70 ですね。の、ぬるぬるテカテカの保温ボタンが入荷です。アルミなんですけど、アルミムクでポリッシュしてねって言ったんだけど、メッキしてきやがってね。もうこれはこれでまあいいかもしれんけど、まあスムーズです。これをボスじゃねえや、ステアリングでバシコンってやって、これをステアリングの上からかぶせてとも止めする感じですね。まあまあ普通にスムーズですね。そんなに高くないです。はい。多分3000円はしないですね。でもいいですよ。それとあとはみんなダブってんかな。これちゃんとねネジもついてる。これネジがね、日本のモモボスって M5 が多かったりするんですけど、あ、 M5 だな。まあ、桃風、桃用ボスにはつくかもしれないです。M5。M4 だったりとかですね、8分の、あれ違う、16分のいくつだっけな、だったりするんですよ。アメリカとか、ヨーロッパとか。ヨーロッパは M4 の桃はあれだけど、日本製っていうか、どこ製かようわからんけど、廉価版のやつは M5 だったりとかします。で、新しいやつ。これね。レジンで作って、ヌルテカバージョンにした、ビリヤードボールみたいな。ほんとビリヤードぐらいの大きさで、掴みやすいですね。レインボーです。インドの山奥でってやつですね。レインボーなのか、1、2、3、4、5色だね。赤、黄色、緑、青。紫。なんかいいですよ。かわいいです。で、お買い上げの人には、ネジがまた3つどれか1つお選びいただければプレゼントします。このまんまだと M12 になっちゃいますんで、どれかしら1つ差し上げてます。で、前回ですね、これの紫だったかな、赤とかのバージョンで、他の色ないのって言われたんで、このドアノブの、玄関の取っ手みたいな、これね、これ意外と可愛いんですよね。上がちょっとこう、平らになって、それの、まあ、黄緑バージョンですね。なんか緑というか、そういうのが、前回もですね、これ、フィフティーズな、この氷炭型。これもね、M12、あ、こっちもね、M12 ですね。これも M12 で、M8、M10 の、アダプターをお一つプレゼントしております。この氷炭型は、赤とかピンクとか、赤じゃねえ、あれ、ピンクと、青と、それから、スモーク色とかあったんですけど、緑ないのって言われたんで、じゃあ緑。注文してやっと今日届きましたんで。そんな感じかな。このマーブルは、あれ？これは前回注文じゃねえや。YouTube で紹介したよね、これね。これ多分、全部売り切れちゃったから再注文したと思う。まあ今日はそんな感じかな。ちょっとね、最近、アメリカからの物がですね、届きにくいというよりも大手商社だと物が揃わないという事件ではないけども、最近多いんですよね。一つ例を取ると、
某アメ車の、まあ、60年代とか70年代のパーツをサミットさんに頼んだんですよ。4月ね。4月。で、だいたい7月ぐらいには発送できるよってあったんで、まあお客様にこういうことを言われちゃったんだけど、そしたら、ああ、ええよええよ、みたいな感じだったんで、じゃあ注文しときますっつって。で、送料もやっぱね、もうすごくちっちゃいんですよ。ちっちゃいけど、いやーこれ8000円じゃんみたいな、49ドルか50ドルか、そんぐらいだったんですよね。うん。いや、高いなーと思いながらも、まあ、なかなか手に入らないパーツだったんでね。で、他どうかなと思ったら、やっぱ若干高いんですよ、その専門店ね。うん。じゃあ、まあ、一番安いサミットさんにしよう、つって。で、他もジェグズとか、スピードウェイとか、超大手さんね。まあ、日本で言うとなんだろうな。オートバックスみたいな、モノタロウみたいな、そんな感じですよね。そこで注文して、6月ぐらいどうかなと思って、どうですかつったら、いや、発送は7月の予定だから、つって、まあ、来たら発送するけんが、つって。で、7月ぐらいに、どうですかつって、うん、まだ、来ないね、つって。で、8月の末31日に、どうですかつって、したら、いや、まだ来ないけど、もう来るから、来たら、ま、発送場するけん、つって、いやー、長えなーと思って。で、他の専門店を見たんですよ。で、そしたらですね、もう、インスタックって書いてあったんで、あ、在庫あるんだ、つって、じゃあ、そっちにしようかなと思って、お客様に一回、連絡を入れてですね、こっちのサイトの方にはもう、専門店さんには、物あるんですけど、若干高いんですけど、どげんしますかということで、じゃあまあそっちでっていうことで、で、そっちの方にしたんですよ。なんだっけな。originalparts.com だったかな。うん。うん。で、注文したらですね、9月の1日に注文して、今日、届いたんですね。うん。まあ、10日、まあ、入金が結局2日だから、まあ、約9日ぐらいで届いたんですね。うん。で、やっぱ送料がね、やっぱスピードウェイとかそういう大手さんじゃないから、若干高いんですよね。それでもね、同じような値段、まあ、ちょっと2000アップぐらいになっちゃったんですけど、まあでも早かったですね。そのお客様も、その、車をね、レストアされてますんで、で、やっぱパーツは早い方がいいんではないかなと、多分思ったのか。で、まあ、届いたんですけど、まあ、この話の結論はですね、大手さんは、メーカーさんにですね、舐められてるんじゃねえかと思って、うちもですね、やっぱり、製造業として、まあ、製造業としてもやってるんですけど、大手さんはたくさん買ってくれるからいいんですけど、叩かれたりとか、だったら、専門店さんにそこそこのお値段で、そこそこまとめていただいて、買っていただいた方がいいんではないかなと。で、大手さんは、その専門パーツ、そんなにめちゃめちゃ売れるかっつったら、まあどうなのかなとは思うんですよね。ただサイトにはもう数万点、数十万点、もう100万点ぐらい、そのあるわけですね。特にサミットさんとかそういうところは。だけど、やっぱ専門店さんの方に注文を入れる方が多いと、思ったんですよ。まあ、私の勝手な憶測なんですけど。例えば、私はまあ、キャデラックとかリンカーン大好きなんですけど、やっぱ50年代のキャデラックとかリンカーンになると、やっぱ、これとこれとこれは、スピードウェイとかジェグズとかサミットに売ってるけど、これとこれは、その専門店、キャデラック .com とか、キャデラックダディとか、キャデラックパーツ .com とか、そういうところにしか売ってない。だったら、こっちの方に、キャデラックパーツ専門店の方に高くても注文しようかなってなるんですね。で、しかも、インストック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 。で、大手さんは、ノーストック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 、インストックとかなってて。で、だったら専門店の方がいいなっていうことで、
まあ、専門店から若干高めだけど買ってるんですね。サンダーバードなんかも、5年ぐらい前に、もうほぼほぼ、ドーンと注文して、したら1ヶ月ぐらいで揃ってですね。あ、だったらもう、サンダーバード .com で買った方がいいや、と思って。うん。で、買って、それで、整備屋さんに今、送ったんですけどね。送って、何年だ？今、4年目ぐらいか、5年目ぐらいか。あんまり急いでないんで、わからんけど。なのでですね、やっぱ専門店に、の方がいいかなと思いましたね。うん。特に、その、なんていうのかな。あと、やっぱその車を熟知してるんですね。で、このパーツが欲しいんだけど、え、お宅の車何？言ってたら、あ、64年型のサンダーバードのコンバーチブルなんだ。言ったら、あ、それだったら合うね。つって、いろいろアドバイスをくれるんですね。うん。やっぱそっちの方がいいかなと。で、やっぱ大手さんだと、その事務的なんですよ。もうすぐ来るよ、もうすぐ来るよ、多分もうすぐ来るよみたいな、その定型の文を送ってくるんですよ。だからそれを本当に真面目に信用してる我々、その日本人気質な日本人はですね、それを信用しちゃうわけですね。で、いや、もうすぐもうすぐっつって、で、やっぱいろいろ、まあうち横須賀なんで、近所のその米兵さんとかに聞くと、ああ、それは定型文みたいなもんだよ、みたいな。信用しねえ方がいいよ、みたいな。だったらやっぱ専門店で買えと。高いけど専門店で買えと。なので、そうすると、こんだけ揃ったらこんだけの重量だからこんだけの送料になるけど、一発目送っちゃおうかどうしようかとか、そういういろいろ来るんですよ。定型文で、メールのやり取りは結構英語でもうめんどくさいんですけど、だけど、汚い英語で、私日本人だから、向こうも丁寧にですね、簡単な英語の言葉で、ちゃんと文を送ってくるんですね。で、それでダメだったら、もう、うちには、英語専門の、従業員がいますんで、お願いしちゃうんですね。うん。だ、結構難しいことなんかも、まあ、そういう英語なんかは、結構バッチリな人間が二人いますんで、ね、なんか相談事があれば、ちょっとディッシャーズに、相談いただければと思います。今回はですね、その専門のパーツ、まあ遅れてしまって本当に申し訳ございませんということでですね。まあ、途中で気がついてよかったかなと思いますね。専門店の方がね、インストックになってるのを見つけて、それで、まあ、サクサクサクっと対処できたんで、やっぱ、ね、まだね、1年、2年ぐらいお待たせしている特注のものもあるんですよ。特注専門店がやっぱね、アメリカには結構いっぱいあって、削ったり切ったり貼ったりとか、彫刻したりとか、そういう専門店がかなりもういっぱいあって、まあカスタムカルチャーの国ですから、そういうのなんかもやっぱ2年待ちだったりとかしますんで、まあすいませんけど、気長にお待ちくださいということ。ってことでですね、今日は、アメ車専門のパーツを買うのはどうすれば、いいか。うん。専門店がいいのか、大手さんがいいのか。と、あとは、なんか、シフトノブとか、ホームボタンの、紹介でした。じゃあねー。